違うかな。でもあそこ飛ぶって言ったよね。はい、どうも皆さんこんにちは、たかしでございます。本日なんですけれども、こんな山奥にやってきておりまして、何を撮りたいかと申しますと、カモシカを撮りたいと思っております。そして今日もね、まろちゃんにビデオに来てもらっておりますので、よろしくお願いします。よろしくおね、カモシカおね、カモシカ何それ。いや、なんかね、せっかく山奥来たんで、いろいろなね、動物にも触れ合いたいなということで、野鳥だけではなくてね、まあ、本当に鹿とかには出会えたんですけど、エゾ鹿っていうのもいるみたいなんで、ちょっと会えるかは分かんないんですけど、カモシカです。ああ、間違えちゃった。カモシカね、そう、カモシカに会えるかもしれないのでね、散歩をしながらカメラを持って出かけたいと思います。ちょっとね、暗いんで、あまり画質が担保できないかもしれないんですけれども、まあそんな感じじゃないと出会えなそうだなということでね、早朝に頑張ってきておりますので、頑張ろうね、まろちゃんね。うん、今日はなんか会える気がする。会える気がする。うん、毎回言ってね。うん、毎回会えてるよ。はい、というわけで行ってきたいと思います。せーの、えい。今日はあんまり騒がないで C で行きたいと思いますね。取れたか少ないかもしれないですけど、はい。で、寒すぎてここに回路仕込んでます。低温やけど注意だね。でもそれぐらい寒い。声がする。登ってったね。怖い怖い怖い。落ちないでね。よいしょ。待って、こんな道を行くんですよ。うんうん、こんなところから。落石だけ超注意だよね。落っこってきたら。全力ダッシュだ。なんかいるかな。うん、鹿の声もしないね。うん、はあ、見て、うんちうんちだよね、きっと。多分乾燥してるけど、うん、何かのうんち通ってるんだね、何か。やべ、めっちゃ過酷だね。さっきからパラパラなんか落ちてきてる音がする。あ、なんかキノコ、猿の腰掛けが生えてる。本当だ、すごい枯れ葉が深くてさ、あの砂浜歩いてるみたいだ ね。やば、これやばくない？すげえ。なんかギリギリで止まってる。これなんか動物の足跡だ。すごくない？あれ倒木だね、完全に。でも通れるようになってる。車が通れなくなっちゃうやつ。あ、いたいたいた。あ、いたいたいた。すごい。
はい、見て、野生動物の骨が落ちてる。へー、誰かにしかもかじられてるね。なんだろうね、なんだろうね、ここをプラスチックじゃないよ、面白いね、自然だね。ね、あれしかじゃない。え、どこどこ、走ってらっしゃる。鹿がいたね。鹿が通ってった。サカ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 って大きい鹿だった。大きかったね。うん、まだ歩いてる。取れんかった、悔しい悔しい。そんなに甘くはなかったね。ね、こっち、この木がさ、枯れた木に2本いるじゃん。真ん中に鹿いる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 。鹿。あれだよ、ほら。どこ？緑の木わかる？うん。それの右に2本枯れた木がさ、寄り添って人みたいになってるじゃん。うん。そこの真ん中の間、黒いやつ。目で捉えた方がいいかも。ずっと固まってるよ。立って、ずっと動かないでこっちを見てる。よく見つけたね。ハナちゃんすごい。すごい。カモシカ。前へ帰る。もうちょっと近づいてみる。こっち見てるね。見てる。あ、動いた。横向きになった。こんな高いとこにいるんだね。高いところにいる。すごい。我々的にお尻ちょん。いた。かわいいね。ふわふわだね。あ、素晴らしいね。素晴らしい。横に向いた。こんなミラクル、いいじゃんね。最高。ちょっと角度変えよう。シュナウザーみたいな。日本カモシカ。なんかさ、目の下に目があるみたいなやつないね。ある？ある。あるのか。カモシカいたね。いたね。マロちゃんすごい。俺全然気がつかなかった。なんか土と同じ色だったよね。ね、なんかさ、あんな感じだと思わなかったね。全然わかんなかったね。全然わかんなかった。岩肌と同じ感じだったもんね。うん、いやー、よかったー。今年はいい年になりそうだ。いい年になりますね。はい、というわけで皆さん本年もよろしくお願いいたします。あともうちょっと野鳥を取って帰りたいかなと思っております。じゃあ頑張るよ。イエーイ。結局観察所に戻ってきまして、ぬくぬくしてる中で撮ります。なんかでもミソサザイが来たらいいなって思うね。ね、来ないかな。もうシジュウカラちゃんとかね、シコタマ撮ったから。ミラクルショットも狙うか。でもそれでも、うんうん、一番日差しが斜陽で入ってそうな、例えばあの巣箱の上とか、巣箱餌台の上とかね、うんうん、あの辺とかに撮りくるといいから、ちょっとミラクルショットと地べた系ポケモンを探そうか。よし。
すごいいっぱい来た。このブランコに乗るのかわいいよね。かわいいね。本当に毎日見てても違う子が来るもんね。ね、楽しい。違うかな。でもあそこ飛ぶって言ったよね。うん、飛んでる。なんかそうだと思う。でかいよね、あれは。これがクマタか。足白い。ああ、そうかもね。あ、ほんとだ、羽のさ、先の方が。やったー。マムちゃん、さすがだね。見つけた ね。あそこの山の上。ちょうどさ、トイレ行ってて、でちょうど用を足し終わったら、マロちゃんが、ちょっと来てって騒いでたから、来てみたら、クマタカいたね。いたね。いやー、なんか今日めちゃめちゃ運がいい。最高だね、うん、今年やっぱいいことあるよね。これさ、やっぱさ、あのこの持ってるレンズがさ、うん、この倍の望遠だったらもうちょっときちんと撮れてたわけじゃん、うんうん、課金する？ちょっと考えます。はい、というわけでね、今回は日本で一番人口が少ない村に野鳥を撮影しに来てみたんですが、ついでにカモシカも撮ってみたということで、カモシカも撮れたし、クマタカも撮れたね。最高だね。なんかちょっとさ、改造怪しいんだけど、でも一応あの中にいる専門の方に聞いたら、この島の模様っていうのかな、羽のところの模様はクマタカだよと。間違いないと、ね。でここしばらく来てなかったんだけど、しばらくぶりに来たみたいな感じみたいだったんで、やったー。もう本当に本当にいいね、いい新年を迎えることができましたので、あの皆さんもぜひね、こちらですね、遊びに来てみるといいんじゃないでしょうか。本当でもマナーを守ってゴミを捨てない、自然を大切に、騒がない、騒ぎすぎない。僕たちもちょっと騒いちゃったのかな。抑えめだったね。抑えめだった、いつもよりは。という形でね、していただけるといいんじゃないのかなと思いました。はい、というわけで本日のゆるほと以上になります。では。